らいと思う。暑すぎる時はなんか怒りやすくなる。抜ちちゃった。うわ、今日寒いね。え？寒くない？たくさんいるね。中にピカがあるかな。あ、暖かい。暖かいじゃん。降りた。今のスパテンとたち。ね。ダメだ。ペコパよ。こっち？こっちだと思うよ。メインメニューが、カルビ、これはプルコギ。カルビ。あ、これ、これみたい。これがカルビ？うん、カルビチミ。カルビチミの韓国語で。たくさんある。鳥の魚。これはキノコ。キノコ？ね。ああ、たくさん。チャプチェ。チヂミ。がスープ。チゲかな。あ、カルビ。あ、これも美味しそう。手仕込みかな。美味しそう。잘먹겠습니다。
何の魚かなこれ。チョギ。チョギ？うん。日本これ日本語ちょっとわかんない。めっちゃ集中してる。あ、オレンジのとこかわいい。ねえ、カフェかな？ポプンショップかな？ポプンショップだよ。行く？うん。かわいい。行ってみませんか？わあ、きよ。お、あ、この買ったよ。これのほら。あ、これかわいい。すごい。かわいい。うん。少し怖いくれよ。なんか夜に、うん、あ、短いし。何くれよ。かわいい。パンもある。あ、なんかほら。うん。箸もある。本当だ。コーヒー。マグネットのセットだ。ユシって触れんの。手袋かわいい。うん。買う？あ、くれよ。一緒に買う？これ。うん。私これとこれどう？これとこれ。うん。キヨバリガイシバリガイシハンドポンが、ね、できるようになってる。ここどこ。うわ、すごい。一つ何個入ってるの？6個？9。あ、一つで。うん。いいじゃん、クリスマスだもんね。こんなとこ。あ、なんかユシの赤ちゃんみたいな。どう？あ、これはさ、どれだったっけ？あ、これかな？あ、これもじゃない？あ、これだ。これもじゃない？あ、これはこれか。あ、違うね。できたー。うん、じゃじゃーん。じゃーん。見たことがある。ある。あ、ヒョンワンと。お、ヒョンワンと運命じゃないよ。あったかい。そうとかあるね。エスプレッソ。うん。あ、そびだった。あ、ね。あ、そびだったね。あ、全部？うん。
これだけ、これもソールドアウト、スコーンも、うん、こうやって売ってます。わー手が来た、わー手が来た、おー超やよ。マジで 楽です。マジで楽ですか？などなど。マジで。괜찮아？고마워요。고마워요。うわあ。なみなみじゃん。こんばんは。わあ。上手だった。うわ、マジで怖かった、怖かったね。ほんまを、ああ少し失敗したね。うん、緊張なよ。いいじゃん。何これ？エスプレッソ。おお、エスプレッソが欲しかった。確かに。ミルシーのラテはめっちゃ好き。倍返しもっとマジマジ作ってくる、作ってあげる。うん、なんか、うん、味が重い。1年くらいずっと寒い天気がいい、暑い天気がいい。寒かったらマイナス6度くらい、暑かったら、うん、40は迷うね。1年くらいずっと40度、うん、が、うんうん、1年くらいずっとマイナス6度。6か、6度は今日よりも寒いですよ。今日はマイナス5度。あ、これは英語の例えば他の条件、他の、うん、例えば暑かったらなんかゴキブリとかなんかヤッチェがすぐにアンデになるとか。あ、これみたいのは全部温度だけ。温度だけ、テクノロジーがめっちゃいいから、うん、冷蔵庫も好き、冷蔵庫もめっちゃ強い、うん、ゴキブリとか防御もない、ない、毎日誰か掃除してくれる、掃除してくれる。マイナス6。ユヌン、暑いのはもう無理です。例えばこれを暑かったら脱ぐでしょ。を押す。でも全部押す。でも脱いでも。ユシみたい、いつものユシ。全部脱いでも終わり。それで終わり。でも寒かったらね。ずっと着る。ずっと着る。印象はどっちがいい？顔とかはずっとこんな感じ。どっち？印象も寒さがいいかな。あ、いい？いいね、いっそ。暑すぎる時はなんか怒りやすくなる。くれよ。それと仕事とかも、春菜とデートとかも、うん、春菜が来ても何これ？私あのカフェのサムネイルだよ。カフェ行った時、ハノカフェ。こんな記憶書いてよ。こんなに同じじゃ。なんか顔もなんかクリキャリと顔だったよ。一般的なデートは久しぶりじゃない？確かに。この前はイケア行って家具を。流行って、うん、今日はめっちゃなんか心も引っかかり、うん、悩み、うん、一つもなくて、ね、シンプルに楽しいデートでしたね。今日のデートはまだ終わらなかった。家で
沢直樹。ませんか？マジは。バリガイ。もちろん。バリガイ。バリガイした。もうフリー私たちの中では今半沢直樹がブームだから。うん？今おすすめ？おすすめだよ。バリガイ最近逃げ味もめっちゃ有名だね。ライトも怖い怖いですね。じゃあ帰っちゃう帰るよ帰るよ。帰りましょう。そろそろ夜がなるね。うん。帰って半沢直樹見ないと。バイバイし。うん。帰るぞ。バイバイ。もうない話。ネットフリックスポップコーンとジャンプ。で、ウリのネットフリックス信者です。私たちはワンちゃん見るけど。ワンちゃん。ピミルですよね。で、出番来た。こんなポップコーン見たことない、日本で。めっちゃ美味しい。いい。引きこもり用かな。私たちにぴったりじゃん。私たち専用だね。うん。超愛を。ででーん。うんうんむしろかっこいい。かっこいい。西の方向こう。大きい。西の足っぷり、パクって大きい。